遡ること3ヶ月前、二人の男の間に一つの約束は交わされた。そして今、その約束が果たされる。どうもー、ホモイントジーコでーす。いや、ついにこの日が来ましたよ。対戦相手の方はこちらの方です。どうも、クロップカンパニーから参りました、クロップと申します。よろしくお願いします。イエーイ。いや、ようやくこの時が来ましたよ。いやー、来たね。覚えてますか、クロップさん、あの日の約束を。おしっこくんが生まれたぐらいからですね。いつか絶対メロットデッキとジャラダンガデッキで勝負しようねって。確かに。約束して、あの約束があったからこそ僕今こうしてポケモンカードをやってる。そんな、ぶち倒しに来ましたよ。照れちゃう。じゃあやりましょうか。やりますか。最初はグー、じゃんけんぽい。じゃあ先行もらいます。じゃあ先行だ。違うね、気合が嬉しくなっちゃって、ついつい。お、いいスタートが切るぞ、これは。サバイト、悪くない。お、バイノワイのキャバクラジャラランダの力をね、にしやりますよ。じゃあ、バトルスタート、いきます。お願いします。バーン、ジラジスタート。そして、ベンチのチルッとメロエッタ。あれ、おかしいな。はい、どうぞ。ドロー。くそ、ジャラコ出したかったな、せめて敵に。敵にダブルの食エネルギーをメロエッタにセット。お、いいスタートだな。おいおい。じゃあ、ジラーチの願い星使っちゃいます。はい、1,2,3,4,5 枚目でトレーナーの何でも1個。じゃあネストボールで、ネストボール、はい、で、ジラーチは眠ります。はい、そのままネストボール使って、はい、めっちゃいいスタートだな。山からメロエッタ。2人目の歌姫が続々と集まってきて、じゃあこれでバトル終わります。はい、レースが届きます。はい、マリルにエリテネルが来ます。はい、キャバクラだから見とけ。キャバクラだから、どう来るんだろう、どう見ても水玉探しの方向だと思う。後ろだ。はい、やっぱあんなシュッとしたね、ああいうね、飾りつけた女性もいいんですけど、最後はあのマリルリのような体型の女に戻ってくるわけですよ。ジャラコ、ポンチにおいて、そうです。はい、ジャラコ、はい、行きます。じゃあこれで番終わりです。はい、引きます。ポン、はい、ポン、超エネルギーをメロエッタにつけて、やべえ、ハモってくるぞ。カウンターゲームをこっちのメロエッタにつけます。はい、で、ジラーチの願い星、はい、1,2,3,4,5、はい、エスケープボードが引きたいです。引けないです。じゃあ観光客で、あ、2000で観光客で、観光客、はい、ハイパーボールでカウンターゲームとレスキュータンカー取らせていきます。どうぞ。ビデオ3人目の歌姫メロエッタ。並んできたな、マジで賑やかになってきたな。観光客使って手札0枚なんで、はい、5枚引いて、はい、ボードを引いてると、来い、エスケープボード、うわ、引けないなぁ。エネクジ、エネクジ、はい、どうぞ。1,2,3,4,5,6,7枚見て、うん、エネルギー何でも1個、はい、どうぞどうぞ。ナイスナイス。エネクジの空振りはまあ痛いな。じゃあお願いします。はい、ビットゾーンで、エネクジ。1,2,3,4,5 めっちゃシャッフルなセミやん。7見て、はい、お、いいですね。じゃあダブル無色、あー、理想的だな、それは。はい、ただジランチは戻せないと。戻せないです。じゃあこれで番終わります。はい、じゃあポケモンチェックどうぞ。どっちかな。まだ全然ね。はい、置きました。いや、大きいのでかいんだよな、逃げられるからなんで、引きます。はい、じゃあ、ポイキを引きます。まあ、これ、シーナーメ使います。はい、シーナーメで、ジャラコをジャラランガに進化します。はい、ハイパーボール使います。使います。ウズムとジャラランガ GX をトラッシュしまして、オーテレル GX。 あー、なるほど、なるほど。リゲー、まあ、はい、じゃあリゲー使います。はい、2,3,4,5,6 枚、ヘルが0枚なんで6枚いけます。とはマリオ、はい、雷エネルギーを持ってます。マジカルショット。マジか。無効外の攻撃、30ダメージ。なんで逃げる、逃げるの、殴ってくると思わなかった。びっくりしちゃった。普通に引きます。いや、マリオリまでいけんかったか。ダブル無色エネルギーをメロエッタにつけます。はい、いや、歌姫が着々とボイトレしとる。着々と。じゃあ、はい、ハイパーボールで、はい、テテフとビクティに切って、はい、やばい、揃ってしまう、揃ってしまう。何
歌姫が4匹目の歌姫が遅刻してる遅刻してる眠っている風邪ひいてる遅刻してる最後に遅れてやってくるということで、ね、チルッとではい、なるほど歌なんかチルッとなんだな。なるほど、お願いします。チルッとショックだ。はい、どうぞ歌ポケの後、プリンとアシマリがいるんですけど、はい、はい、じゃあ願いを使って、はい、あのプリンとアシマリは、プリンは N2 なんですよ、はい、あ、なるほど、ね、ダブル無色で出て、はいはい、アシマリは水 N1 なんで合わない実質チルッとしかいないお、いいですね、冒険のカバン。なるほど、あー強いね、使います。使っちゃいます。はい、はい、エスケープボードと、はい、カウンターゲインを、じゃあエスケープボードをジラージにつけます。はい、どうぞ。カウンターゲインを電池の、いや、まだつけないか、つけないで、はい、じゃあエスケープボードでジラージ逃げて、はい、来たぜ宴の始まりだミラクルハーモニー、はい、歌を覚えてるポケモンの数だけコインを投げ、表の数かける10ダメージを相手のコン全員に与えます。全員やばいな、全員。はい、1回も表、だってこれ全部おもちゃだから実質200ダメージ、やばすぎるじゃん。やばい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 、嘘だろ。おい、強い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 、嘘だろ。あー、4回目だ。じゃあラスト。いやでも強いんだよ普通に。あー、わー、30ダメージ。なるほど、3全員に30。はい、いやでもね、これテテフ置いちゃってるから、テテフにダメ感を乗せられ続けると、だからここらでね、サイドまくんないときついんだから若干大きまはいでしょ。ジャラランガにダブルチョベンジになります。はい、お互いエネ重いですからねでも割と早く動いた方ですよこれはお互いね、マリユリじゃないマリユリね、ニエになって、はい、いやでもね、そのメロエッタデッキにぶっ刺さるのがこのジャラランガなんですよ。じゃあここで、はい、ジャラランガで技を打ちます。ウォークライ打ちます。基本、はい、ダブル無色1個で打てて30点なんですけど、相手の場のポケモンの数が自分の場のポケモンの数より多かった場合はプラス90ダメージなので120ダメージです。まさか歌うメタ、まさか歌う並べるメタですよこれが。なぜピンポでジャランガのメロエタがそのまさかの、まさかの相性があったっていう。なるほど、引きます。はい、来たぜ今しめの祠。あーきついね、こちら味の願い星ピーレを加えちゃって、はい、貼った。はいはい、超エネがつく、はいはい、ちなみにこの超エネルギーメロエットのマークがついてるんですよほら見せてあげて、見せてあげてみんなに2000円しましたからね。そんなのやったんかマジかよ、そんな何も光ってないのにリエで、はい、6枚いけますマジかよ、そんな貴重なんだそれびっくりしちゃった今、あの高位の敏彦が2000円でポケモンカード買う時代がね来たと。ネストボール使います。いや、僕好きな子にはもうお金使っちゃうんでなるほどね。じゃあ今までどんな風に女の子に貢いできたんですかあのラウンド1終わりましたね中学生じゃあジラーチエスケープボードで逃げて、はい、メロイッタが前に出ます。やばい、ジャラコがやられる。行くぜミラクルハーモニー。ワンチャンマリルも知る3、え、マリルでいくつですか。70なんで4回表でいきます。頑張れメロイッタたちはい、2回目なお半分以上はチルッとの模様2回目おし、おめ3回目おい、4回目おい、5回目あー、ごめんなさい、カメラ外だと思うんで、うん、裏だったのに、クソあ、OK よし、でもジャラクは気絶です。30です。30で、はい、いやでもマリルもまあ次のターンやられるな、これは。で、イワシメで6プラス1だから70かな。はい、はいはい、じゃあ行きます。いやこれ最後勝てるかな、これレンジ使います。はい、いやこれね、ジャラコこのターンで死んだのきついな。クソ、第2第3のジャラランがレンジで立たせられたのに、レンジで雷エネルギーポケモン通信を使います。はい、ポケモン通信使います。はい、ジャラランが GX をデッキに戻します。おお、戻しちゃうんですね。マリルリ、はい、マリルをマリルリに進化します。はい、来た俺のキャバ嬢マリのキャバ嬢、そういう子が書いてあるし、ね、竜のカニ爪をジャラランガに、マリロリにユニットエネルギーを入れます。はい、はい、じゃあこれでじゃあ5くらいでメロエッタを落とします。いいですね、最後ちょっと入れます。じゃあ1ラジマ入れます。はい、で今しめがこうなって、はい、1枚いきます。ドロー。いやもうでもね、メロエッタがあと1枚です。エネクジ
今回のサブ目標はね、メロエッタを狙い足にしてジャラランガで勝つと。じゃあこっちの歌姫でジャラランガ絶滅させます。こっち自分でがない。なるほど。デッドボール1回使って、はい、チルットがチルットデッキです。ああ対象いないっす。マジか。お、歌うが並ばない。待ってください。パワーが下がりますね、これは。じゃあもう1回デッドボール使って対象いないっす。なるほど。カウンターエネルギーをメロエッタにつけて、はい、シロナ、シロナ、はい、願い星使います。願い星、はい、どうぞ。1、2、3、4、5、5枚見て、はい、トレーナーズ、あーいいですね。じゃあこいつなんですか。でーレスキューターンか。いつでも君のそばにいるよということでね、レスキューターンかでメロエッタを。ゾンビのようにうちの歌がね、何度も蘇りますよ。殺されても殺されても主人の。じゃあお願いします。主人の国士により帰ってくると、現代のアイドルのようです。じゃあジラでスケープボードで逃げて、はい、メロエッタが前に出ます。いいです。じゃあミラクルハーモニー、はい、かまします。さあ5回触れますと、どうぞ。1回目表、いやーマリフリがしたら結構痛い。これ見えるから裏で。今のはいいんだ。はい、 OK。3回目、裏、これでマリフリは生きる。4回目、表、20ダメージ。5回目、頼む。よし、じゃあ全員30で、これは勝ってます。はい、ミステリートレジャーになります。じゃあこう、はい、じゃあ行きましょう。診断カード、エリカのおもてなし。お、相手の場のポケモンの数だけカードを引きます。6枚ですね。さあ6枚、ガンガンメタチックで。1、2、3、4、5、6。前のジャラランガに髪の毛を貼っておきます。はい、じゃあこれで僕らでメロエッタ倒します。はい、最後に決まります。マシュメロンコラボ、ちょっとあと1匹。じゃあジラ1枚入れます。はい、でここらでジャラ10枚きました。はい、はい、引きます。はい、願い星入れます。はい、どうぞ。観光券上、 OK です。まずカウンターエネルギーを、カウンターエネルギー、さあ観光客で何枚切るかなんだよな。カウンターゲイン引きに1人やん、これ。簡単にも切った。おダブル無色も切った。3個切るね。あ、今しめも切る。こいつもいっちゃう、こいつもいっちゃえ。キーカードめちゃめちゃ切るやんけ。カード1だから、はい、どうぞ。4枚引きます。頼む、ちょっと本当にお願い。めっちゃキーカード切ったな。止まったか、ついにメロエッタの流れが。お、差し出せチルット。どうせチルットでしょ、前のが。差し出せよ。ああ逃げます。逃げて、いけ、歌え、眠りだ。さあ、ポイも投げるがいい。はい、まあ任せてくださいよ。ほらほらほら、今度は僕たちの絆を見せる番ですよ。ほらほらほら、頼むぞ。じゃあ、頼むぞ。ほい、うえー、くっそ、起きていく。おはよう。まーす。じゃあミステリートレジャー、はい、ます。ミステリートレジャーでシロナを切ります。まず最後3体と、ちょっと待ってくれ。これはあれは見つけないだろう、さすがに。ジャラルンガ GX、 不思議な飴を使ってジャラルをジャラルンガ GX に進化させます。とこ、ジャラルンガに高エネルギーを買います。はい、で、じゃあ5くらいですね。数、あ、少ないな、オッケーオッケー、危な、ポケモンが過ぎたかと思った。じゃあこれで最後の、まあ、最後のメロエッタをメロエッタいただいて、いただいていく。よし、じゃあ、真面目でジラチコロさん、コロ動画にできますか、ここからメロエッタいませんけど。なんとか巻き返すさ、願い星、願い星、2、3、4、5、レスキュー単価でデッキ。いやでもね、レスキュー単価でお願いします。そして、あ、デッキがメロエッタで埋め尽くされる。急単価で戻す方で、はい、ハイパーボールで、はい、リーリエと、はい、エスケープを切ります。無理やり呼んでくる。何度でも来い。俺たちはいつからでも蘇る。めちゃめちゃ無理やり呼んでくるやん。俺が不死鳥の心を持つし、俺たちのパワー。あ、行くぜ、カプテレフ。はい、カウンターエネルギーをカプテレフにつけます。そっちかよ、殴る。そしてイリマ。手札を全部戻して、初めて見たわ、イリマ。表だったら6枚、裏だったら3枚。どうぞ。ジャッジマンのポイントスバージョンみたいな感じですね。はい、頼む。よっしゃ、俺たちのイリマ、いけ、ジコレ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 、ワイのイリマ、ジコレ、おい。あー、やばいやばいやばい。1、2、3、4、5、6。いやでも、しかもテテフ
うざいんだよ俺あいつ。いいね。3枚でしたっけ。3枚です。いや3枚はやばいって。いいね。123、はい、3枚です。じゃあジラーチエスケープボードで行けます。死んだ手札がやばい。いけ、カップ出てくる、はい、じゃあこれでマジカルスワップでダメカンボ好きなように。やべえやべえやべえ。160にしちゃって。160にした。じゃあこれで、あー最後が一気に4枚やばい。キーカードが全員死んだ。これはまずいと。で、イマジ目乗ります。はい、コードを押してもらって。はい、ガッキーレブ29歳、こんなもう嫌でーまあ、はい、最後あと1枚なんだけど、あーって言っちょっといい匂いが効いてるな。これが地獄のコイントスデッキ。とりあえずネストボール手札マジで死んだんだけど、どうしようこれ。対象なしって言うしかないかな、これ。これは対象なしだな、あと1枚だし。やばやばい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 。でもこれでいろいろ技打てないからお願いします。はい、最後がね、もうあれなんで、やべえ、今しめの怒られ24ターン稼がれる。頑張ります。ドロー、はい、やばい、エンド続けられる。じゃあカヒリ使って、あぶ、使いましたよ今、カヒリ使いましたよ。2枚引いてください。はい、じゃあカヒリのポイントしてください。カヒリのポイントしちゃう。表で、はい、カヒリが戻ってくる、はい、さあ、サポートを使いましたね。サポートを使いましたね。やべえ。やべえ、ちょっと当たった、ちょっと俺。やばっ。さあ、エスケ、あの、あれだ、レスキューなんかも使ったな、さっきな。おっと。イリマが去ってる。6枚引いたばかりに。こんなことある。こんなことある。ちょっと倒してくれ。やべえ。ああ、俺も手札ができるなやってる。ちょっと待ってくれ。さあどうするんですか。何するんですかこの番。カウンターエネルギーだから手で技打てませんよ、最後勝ってるから。ぐにゃー。ぐにゃー。まあ終わりでいいですか。逃げて。逃げて。ダブル無職あって歌います。歌うコイントス、あ、コイントス、ほ、起きる今しめが乗る、今しめが乗る、さる、うん、そして僕は何もせずターンを終了する。引けない。おい、やった、こんなしょうもない終わり方が。くしょー、強欲でしたね。欲張りすぎた。おい、これがジャラランガライブラリーアウト。あ、というわけで時間も時間なんでね、ありがとうございました。動画にしていいのかこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。しょうもね。はい、ということで僕たちがあの日交わした約束はこのような形で果たされることとなりました。いやー、これはマジでしょうもない。笑っちゃうくらいしょうもないです。いやー、ポケモンカードって結構視聴者の方からプレイング指摘されること多いと思うんですよ。でも今回の動画は正直そういう次元じゃない。ヒージエキスポケモン2匹倒してるだけなのにサイド一気に4枚取ってるし、あとジャラランガのダメ感ですよね。あいつマリルイと同じターンに出てるのに最後ダメージ3しか受けてなかったし、あれおかしいでしょ。だって多分ね、コイントスでコイン投げるたびにジャラランガの上に乗ってるサイコロにコインが当たって、で出目がどんどん変わってって、最終的にあいつ30ダメージしか負ってないっていう、あれ絶対おかしいでしょ。とかそういうミスにお互いに気づいていないっていう、いややばいでしょ。どっちかがやらかしても普通対戦相手の方が、いやちょっと待ってください、それっておかしくないですかっていうものなのに、お互いにちょっとエキサイトしすぎてどっちも気づいていないっていう、これはやばい。しかも極めつきはデッキ切れで負けるっていう、なんだこの試合は。でもね、これでいいんです。勝ち負けとかじゃない、お互いの一番好きなポケモンでデッキを組んで、大切な友達と面と向かって周りが見えないぐらい熱中して楽しむことができた。これこそがポケモンカードの真のあり方じゃないですか。僕はね、この対戦を通じてそのことに気がつきました。大切なのは勝ち負けとかじゃない、その瞬間を楽しむことだって思い知りました。
ようやく目が覚めました。実際問題めっちゃ楽しかったですもん。本当に、いやマジで楽しかった。僕ずっとポケモンカードの動画はお家で一人でデッキを2つ使って一人回ししてる動画しか上げてこなかったんで、友達と一番好きなポケモン同士で戦うポケモンカードマジで楽しかった。本当クロップさんにはめちゃくちゃ感謝してます。クロップさんは僕の初めてできたポケモン実況者の友達で、あの日クロップさんがあの約束をしてくれていなかったら、どんだけポケモンカードが流行ろうが僕は多分ポケモンカードやっていませんでした。なぜなら対戦相手がいないから。でもあの日クロップさんが声をかけてくれたからこそ僕はポケモンカードを始めることができて、ポケモンカードを始めたことによっていろんな実況者の方と知り合えたし、いろんなつながりも生まれました。本当にありがとうございます。そんな僕が2月には千葉のチャンピオンズリーグに出ます。これからも僕はポケカを続け仲間を作る。一人ぼっちだったこの僕にこのポケモンカードを通じて初めてつながりができたんだ。ポケモンカードは人と人をつなぐ神ゲーです。ということで僕のゼロから始めるポケカ道は本日をもて最終回となりますが、これからもね、僕はポケモンカードを通じて仲間を作り、ポケモンカードでどん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 強くなって、いつか必ずなってみせますよ、ポケカ四天王の一人にね。それじゃあ皆さん、また機会があればどこかでお会いいたしましょう。じゃあね。この番組はクロップカンパニーとご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。もう一勝。